サム41はカナダ・オンタリオ州のエイジャックス出身のロックバンドである。バンド名の由来は夏休みの41日目にメンバーが行ったワープドツアーで感銘を受け、この日から活動を開始したことによる。アメリカ・カナダの世界的パンクバンドで日本をはじめ各国で絶大な人気を得ている。2006年にギターのデーブが抜けてメタルの要素が抜け、 フォースアルバムでは新しいサウンドになった。2009年には新たなギタリストとしてトムが加わった。2002年から2003年、2004年と立て続けに来日し、サマーソニックにも出演した。また、2010年に来日した際に、大阪のバーで、ボーカルのデリックが暴行を受けけがをしたが、治療を施しステージに立った。We a All To Blame は、 映画、ゴジラ・ファイナル・ウォーズの挿入歌に使用され、話題を呼んだ。また、スパイダーマンの挿入歌のホワット・ウィア・オール・アバウトも歌っている。ファンタスティック・フォー、超能力ユニットでは、挿入歌として、ヌーツを歌い、世界から、ゴールド、プラチナなど様々な賞を受け取っている。2012年、第54回グラミー賞にて、フィフスアルバムスクリーミング・ブラディ・マーダー収録曲。 ブラッドインマイアイズが最優秀ハードロックパフォーマンス賞にノミネートされた。メイクス s no d i f f e r ファットリップイントゥディープモチベーションハンドルディスホワットウィアーウォーバウトスティルウェイティングザヘルソングオーバーマイヘッドウィアーウールツーブレイムピーシズサム性能リーズマーチオブザドッグスアンダークラスヒーローウォーキングディザスターウィズメスクリーミングブラディマダーベビーユードントアナノーブラッドインマイ アイズフェイクマイオウンデスウォー2007年オフィシャルサイトにてロードトゥールーインというライブでの舞台裏などを映像化したショートムービーを公開。エピソード1には2005年来日時のライブやその時の悪行が収められている。エピソード3にはサードアルバムのアルバムタイトルにもなっている国連職員チャックが登場する。ありがとうございます。